アイナー・ヘルズ・シュプルングは、デンマーク生まれの天文学者である。構成の絶対等級と、スペクトル型を軸に取った分布図を、ヘンリー・ノリス・ラッセルと独立に提案した、デンマークのフレデリックス・ベアに生まれた。フレデリックス・ベア高科大学卒業後、数年後、ロシアのサンクトペテルブルクで働き、ライプツヒのビルヘルム・オストバルトの下で、 写真科学を学んだ後、コッペンハーゲンのウラニア天文台で天文学の研究を始めた。1909年、ゲッテンゲン天文台の天文学助教授になり、1919年、ライデン大学の教授、天文台の台長となった。1905年には恒星に虚勢と矮星などの種類のあることを見出した。構成の絶対等級と、 スペクトル型の分布図に一定の関係があることを示した。1913年にはヘンリエッタ・スワン・リービットの発見したセファイド変更性の変更周期と明度の相関からショーマゼラングモまでの距離を計算した。生還物質による吸収により距離を小さく見積もったが初めての測定であった。二つの小惑星、イバールとカラハリを発見している。ありがとうございます。